円光院は、東京都世田谷区世田谷にある新言州という山派の寺院。正名は、大飛山明王寺円光院。大飛山明王寺円光院は、ボロ市通りの入り口に位置し、地元の人々から円光院さんとの呼び名で親しまれている。期限については、16世紀後半の天正年間に、円鉱房、森かるが回帰したとの記録と、解散。 回帰とも不詳であるとの記録がある。寺院となる以前、円光院付近は、吉良氏の領地であった。吉良氏の領地であった時期、後に、円光院となる場所には、世田谷城の外郭施設の一つとして、櫓が建てられていたと言われている。新編武蔵風土機構によれば、江原郡世田谷村の円光院は同じく、世田谷村の勝密院の末寺であり、大悲山明王寺と呼び本堂には、 不動明王を祭り、南向きに表門があり、門を入って左側には縁窓があるとしている。縁光院の建物はしばしば強風で倒壊したと伝えられており、天保年間には三三和尚が本堂を修理したと伝えられている。明治時代に入り、1879年の教育令の施行後に開設が決定された世田谷区立桜小学校は、 遠行院の本堂を修理の上、仮校舎として12月1日に開校した。桜小学校は、翌1880年4月に、本校舎が落成して移転するまで遠行院本堂で授業が行われた。しかし、明治時代に入り、遠行院は衰微して、廃寺となってしまう見通しとなった。しかし段下からの存続の願いもあり、1893年、 明治26年に再興された。その後1899年に新海大予償が大改修を行った。敷地内には本堂、客殿、円馬堂、地蔵堂、そして11面間の堂が建てられているほか、墓園、駐車場、休憩所、トイレが整備されている。地蔵堂と円馬堂は三門を入って、左手にあり、それぞれ水庫 子育て地蔵と縁馬十王像が安置されている。本堂前には宗祖である工房大師の像が立つ。十一面観音堂は英体育用語であり百区画の納骨堂が設けられている。また、門前には桜小学校発祥の地の石碑がある。不動明王立像及び二道寺立像、工房大師座像、公共大師座像女遺林、観音座像、 閻魔王座像板引く用う馬と観音立像。ありがとうございます。